レー動物の森実況プレイ、今回もやっていきたいと思います。なんか集合してるねみんな。かわいい。こんばんは。ただいま4月17日金曜日の夜10時ちょうどでやっております。今回やることは特になくて、でも一応今日3時間ぐらいかけて島の整備をねしたので、それをお見せしていければなと思います。でね、これを撮る前、今やってる直前にちょっとね、後輩の島に遊びに行ってきたんだけど、そこがすごくて、ちょっとこんな島と比べ物にならなくて、だから意気消沈しておる次第でございます。いや本当にね、なんか面白いね人の島行くのって。でも10時だから閉まっちゃってますね。でその後輩の島が南半球だったので、たまたま釣りしてたらテラピアが釣れました。でまだ寄贈してないので、寄贈もねしに行こうと思います。あ、タメコちゃん、いや、あら、ご機嫌いかがですか、チャリン。こんなお天気が続くと洗濯物の乾きが良くて助かりますよね、チャリン。最近雨降らないんですよね。終わり。で、お花の感じなんですが、これアネモネですね。で、パンジーですね。 ありがとう、お花。これヒヤシンスですね。で、キクで、バラで、あ、バラめちゃくちゃ増えてます、まあ、他のお花も結構増えてるけど。で、地面カメムシを捕まえまして、まあ、それはいいんですよ。で、あ、タマムシだ。えいや。で、まあ、家の周りもね、なんかシンプルな柵だったのを、この木の柵にしてます。まあ、この木の家の感じに一番近いかなって、合うかなって思ったので、これにしてます。ちょっとね、なんか色が暗くなっちゃって、ちょっとまだ納得はできてないんですけど、でお花がここにあったのを全部散らしました。まあ後々紹介していこうと思うんですけど、その後輩の管の後輩の島に売ってたユリを手に入れたので、ユリを植えてます。でまだ余ってますね、5個ずつ買ったので。まあ、育つの楽しみですね。まあ結構ね整備したんですよ。こんな感じでここ別にわーってパンジーが植わってて、特に何もしてなかったんですけど、まあ、道を作って、で、まあ、こっちも道を作って、今までアーサーくんの家はここで道が終わってて、こっち側行けなかったんですけど、ここから一応道を作りました。でこっちもタメコちゃんのお家もここまでしか道がなかったんですけど、それをここまで延長しました。まあ特にね、なんかもともとあった家を移動することなくこのまま道を敷いてるので、木だけなんですよ移動してんの。だからまあここも2マスだったり1マスだったりとかそういうのもあるんだけど、まあ別にいいかなって思ってます。やっぱりね、まあ綺麗にした方が見た目はやっぱりいいんだけど、まあ、自然を尊重するということで言い訳をして、あ、やったー、センベルヤドカリを捕まえました。で、まあ、こっちの方はねあんまり変わってないですよ。これは何だろう、釣ってみようか。あー釣り竿ないんだった。いいや、じゃあ後で作っときます。で博物館寄贈しますか。はい、風太くん、今日風子ちゃん来てたよ。お手伝いできることがあれば何なりとおっしゃってください。ちょっとなんか噛んじゃった。おお、そうですか。で T
ティラピアを釣りました。テラピアですね。はい、解説を聞かせてください。喜んで。テラピアはですね、暖かければどんなところにも住める、とても生命力の強い川の魚です。主には藻などの植物ですが、昆虫や魚の死骸などとにかく口に入るものなら何でも食べます。怖っ姿や身のつき方がタイに似ていることから、料理の素材としてもポピュラーですテラピアのなんとかって聞いたことあるかも。確かに。ありがとう。一緒に展示して大丈夫？この魚食べられちゃわない？まあ大丈夫なんでしょう。ということで、あ、ここもね、何気に道をちょっと整備しました。ちょっとだけね。で、まあ、こんな感じで道を敷き詰めています。これがね 100% ですごいちゃんと納得ってわけではないんだけど、まあ最低限やりたかったことは今はできてるかなと一応思ってますね。ではともつくん、アイコンくん、ようこそ。会いに来てくれて嬉しいな。うひょ、お話ししよう。週末を綺麗なお部屋で過ごせるように、今日は大掃除でも頑張ってみようかな。10時だけど。でもなぜだか片付けようと思うと読まなくなってた漫画が気になっちゃって、ついつい読んじゃうんだよね。うひょ。いや、わかるな、あるよね、そういうの。バイバイ。なんか卒業アルバムとかを勝手に引っ張り出して見てたりねしちゃいます。でこっちにあったやつをこっちに移動してます。これもね、ここの道路を敷く関係でこんな感じにしてます。ここももう全部ねレンガにしました。でここの 3つの家は、まあ、なんかここをこう道路でつなぐことなく、なんかお庭風のやつを作るっていう感じにしてます。他はね全部もうこのテラコッタの道路で敷き詰めてるんだけど。でここ逃がしてしまった。そう、ローラーも来てるんですよ今日。でここら辺もお花畑にしちゃってます。なんかもう置くものがなくて、うん、まあでもとりあえず今はお花畑だけど、何かね家具とかあとテーマが見つかったらやっていきたいなと思います。ここの川もねだいぶ細くしたんですよ。で理由の一つが、まあ細い方が、細い川もあってもいいかなって思ったこと、二つ目がこの道路を敷くためには細くしなければならなかったこと。でメリットは行き来がしやすくなった。でここの道がいらなくなった。あ、逃げちゃった。きっと動いだよ。で釣りとかも別にそんな川釣りしないし、しようと思ったらここでできるし、こっちは特にあんまり手つけてないので、ちょっと削ったりとかしてるけど、ここでできるし、しっかりここでもお魚湧いてるのを見てるので、本当にここが細かったところで問題はないかなと思ってます。そんなにね、なんか釣りに困るほど魚が湧くことはないからさ。で公園ですね。公園はまだ完成はしてないというか、まあどんな家具があるのか分かんない状態なので、まあ、なんとも、あ、風子ちゃん降りてきた。なんとも言えないんですけど、とりあえず柵を、丸太の柵を入り口に見立て、こっちも入り口に見立て、でこんな感じになってますね。可愛いですよね。でまあ、特にね説明することもないんですけど、木をねどんどん減らしていってます今のところ。特に理由はないんですけど、まあ、家具をねどんどん置かなきゃいけなくて、やっぱりまだこれでも星4なんですよ。まだ5に全然到達しなくて、これ逃がすとこだった。これの収録中に網も壊れそう。
ここも細くしてます。でね、これも理由はこの下の広場をしっかり広げたかったからですね。で下に行くとこんな感じで道があって、でここは細い滝にしてます。なんか全部が同じ太さの川とか滝とかって結構私の中で違和感があって、だからこっちは細くしてます。まあ、こんな細い水からあんなに大きい滝が、まあね、こんな大きい滝になるのか分かんないですけど、滝っていうか、まあ、水量がね、こっちの方が勢いがあるでしょうね、だいぶね。ってことで、こっちの噴水広場はこんな感じになってます。月明かりに照らされてやっぱ綺麗ですね。いやー半月です。こんな感じですね。まあ特に大きく変わった点とかはないんですけど、まあ、地味にここを広げてたりしますね。でここ道敷いて、まあ、斜めだからどうしようかなって思ったんだけど、とりあえず今はこういう感じにしてます。でマイデザインも作っているので、まあ、完成はまだしてないから作れてないっていうか実用化できてないんだけど、とりあえず今はこんな感じでテラコッタで全部道を固めてます。これ石か、あ、ないんだった、ダメだ。でこっちもこんな感じでずっと道が続いていて、でここが広場ですね。でポケットキャンプ私やってて昔、今全然やってないんですけど、あのアプリの動物の森のゲームのやつで、それでなんか登録をするとこのあつ森で使える家具がもらえるというので、それを注文してます。で明日届くので、これはまたね今度お見せしようかなと思います。このキャンプ場の広場に置こうと思っています。それとあとこっち、ここだけでちょっと狭いんで、ちょっとね広げればいいんだけど、さすがに川があるからこれ以上狭めたくないので、川は。あとはこっちだね、羽生だ、えい。うん、ここら辺もだいぶね変えましたこれをまたこの池を半分ぐらいしましたね、大きさを。これぐらいあったんですけど、これぐらい伝わるかな、だいぶ削りましたね。実際釣りやすいし、小さい方が一気に2匹いるってことはあんまりないから、じゃあこの大きさでいいよねっていう感じになってます。逃がしちゃった。で、まあ、ここでピザを焼いて、でここで食べられるよねっていう設定になってます。ここでまあ寝ながら、まあ、一人だけどここはまこういうねことができるようになってます。あ、そうだ、貝殻のねレシピをもらったんだ。覚えてる、覚えてるな。そしたら見てみようか。スターナガーランド、これもねフーゴからもらったんですよ。あと貝殻のスピーカーしっかりスピーカーが入ってるね。ホラガイと鉄鉱石、ここら辺に置いてみる。それ悪くないけど、まあ、どうなんだろうなっていう感じですね。今回はせっかくなんで入ってきますか。お、作ってる。そんなに見られちゃう、気になっちゃうわ。ヘイ、なんかどんどんヘイっていう口癖が映ってくる。これはねコスモスのシャワーを作ってるところなの、いわゆる DIY ってやつね。カサンドラ君それ持ってる。私、自分の持ったものが形になっていくのってすごく刺激的なんだから。まあ、あなたコスモスのシャワーの作り方知ってたの。ヘイ、ね、知ってるんですよ
すがね、アイコンさん。私が見事だけあるわ。そろそろシャバの良さをもっとたくさんの人に知ってほしくて、私レシピカードを作ってみたの。あなたの周りで DIY に興味がありそうな人がいたら渡してあげてくれない？このレシピが広がればコスモスのシャワーの魅力を理解してくれる人が増えるはず。君、このシャワー普通のシャワーだけど、あのドライフルーツじゃない、ドライフラワーのレシピを知りたいな、カサンドラ君。今回はね、これで終わりです。釣り竿を作ろう。はい、しょぼい釣り竿ができました。とりあえずしょぼい釣り竿でいいので、こっちの方がね、多分ね、釣りやすいんだよね。あ、カメだ。わーい。これ見せてなかったですよね。このカメツキガメの展示方法、これどこに飾ろうかな。どうせ回収するのでここら辺でいいかな。普通はこんな感じ。まあ魚だったら水槽に入ってるみたいな、そんな感じなんですけど、カメツキガメちゃんは間違った違うよ。ねえ、こんな感じなんです。直のこれめっちゃ可愛くない？すごくね、好きです。ちょっとこれは飾っておこうかな。今日は多分次回はなくなってます。この子お金になってますということで、今回はこれで終わりたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。次はね、島に行こうと思ってます。マイルが5万ぐらい溜まってるので、全然最近島に行ってないんですよ。やりたいことがね、いろいろこういう道の整備だったりとか、やりたいことはいろいろあったので全然島に行けてないし、マイルも使ってないので、マイルをたくさん使って島に行こうと思っています。どんな感じで動画にするかまだ決めてないので、面白い島があったらそれだけを動画にするか、まあ全部外れだったらね、それを総集編みたいな感じで作ってもいいし、まあ決めてないんですけど、やってみないと分かんないのでね。ということで次回は島に行こうと思います。はい、それではピョン太郎とカミツキガメとノームのおじさん2人とお別れしたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。また次回に続きます。それではお疲れ様でした。